ゲディミナス・バグドナスは、リトアニア、シャウレイ出身の自転車競技選手。2020年現在は、チームクライペダに所属。ジュニアカテゴリーでは、2003年に、トラックのヨーロッパ選手権団体を射抜きで、銅メダルを獲得。U23 カテゴリーに上がった2005年と2006年は、シマス・コンドロタス、イグナタス・コノバロバス、アイディス・クルオピスとともに、 ヨーロッパ選手権団体追い抜きで2年連続同メダルを獲得。2006年には個人追い抜きでも銀メダルを獲得した。2007年、リトアニア人監督のアルトラストゥルンパウスカスが率いるベルギー席のコンチネンタルチーム、クライペダで活躍。リトアニア選手権個人タイムトライアルで優勝し、ベルギーではトリプティックでバラージュ、ツールドアンベル、グランプリドゲールを制した。 2008年、トゥルンパウスカス監督とクライペダに所属していたリトアニア人選手5人と共にカザフスタン席のコンチネンタルチームであるウランに加入した。2009年、リトアニア席の新規コンチネンタルチームであるチームピエモンテに加入。しかし、チームは4月に解散し、2年ぶりにベルギーに活動拠点を移し、シマスコンドロタスともに、 t ーレンでアマチュア選手として活動。メモリアルフィリップ・ファン・コニングスローを制した。2010年、シマス・コンドロタスと共に、PCW アリプラストに加入し、アントワープ・プロバンスツアーでステージ優勝。デンマーク・コペンハーゲンで開催された世界選手権、トラックレースに出場し、個人追い抜きで22位。ポーランド・プルシュクフで行われたヨーロッパ選手権。 トラックレースでもいくつかの種目に出場した。2011年には、ベルギー籍のコンチネンタルチーム、アンポスト・ショーン・ケリーに加入。アンポスト・ラスト・ロンド・ドロワーズで、区間優勝を挙げ、総合優勝。リトアニア選手権個人タイムトライアルでは2度目の優勝を果たした。9月には、コッペンハーゲンで開催された、世界選手権、ロードレースに出場し、タイムトライアルでは32位。 ロードレースでは25位。2012年の初め、ベルギーで多くのレースで上位入賞。4月にはオランダで行われたロンドファン・ノールとオランドで優勝。数日後のオムロープ、デル・ケンペンで2位となり、その後、アンポストラスで区間2勝、ベルゼール・ピュイベルでメモリアル・フィリップ・ファンコ・ニングスローを制した。6月末にはリトアニア選手権、ロードレースを制して、 初のリトアニアロードチャンピオンになった。7月にはロンドンオリンピックにラムーナスナバルダウスカスと共にリトアニア代表としてロードレースに出場し集団内で完走。8月にはバルティックチェーンツアーで区間3勝を上げ総合優勝。UCI ヨーロッパツアーランキング11位でこのシーズンを終えた。10月リトアニアパネベジースで開催されたヨーロッパ選手権。 トラックレースに出場し、オムニアムで銅メダルを獲得した。2013年、フランスの UCI ワールドツアーチームである AG に、R、ラモンディアルに2年契約で加入。ツアーダウンアンダーでシーズンイン。2月にはツアーオブカタールに出場し、総合17位。ヨーロッパの初戦はオムロープヘッドニュースブラッドで123位完走。その後、 ドリダースファンベストイコールフラーでは第1ステージで7位に入った。その後、北のクラシックにも参加し、ロンドファンフラーアンデレンでは DNF だったものの、パリ・ルーベは103位で完走。イタリア・トスカーナで行われた世界選手権ロードレースにもリトアニア代表として参加し、個人タイムトライアルで24位、ロードレースは59位完走。2014年は2年連続で、 パリ・ルーベに出場し、リーダーのセバスティアン・トゥルゴとダミアン・オダンのために、集団を牽引した。2017年は、ツール・ポワ・トゥシャランと、アン・ヌーベル・イコール・アキテーヌで、総合8位入賞。2018年8月に開催されたヨーロッパ、選手権、ロードレースに、リトアニア代表として選出され、個人タイムトライアルでは25位、ロードレースでは39位に入った。同月、 ツールポワトゥシャランとアンヌーベルイコールアキテーヌでは総合6位に入った。2019年6月にはベラルーシミンスクで行われたヨーロッパ競技大会の個人タイムトライアルで5位に入賞。この年をもって AG ジニアラ・モンディアルを離れた。2020年はクライペダに復帰。リトアニア選手権個人タイムトライアルではエバルダス・シシュケビチュスに次ぐ2位に入り。 ロードレースでは優勝し、リトアニアチャンピオンとなった。2003年2004年2005年、リトアニアのアマチュアチーム、クライペダに加入。2006年2007年、所属チームのクライペダが UCI チームになり、アマチュアからプロに転向する。2008年、カザフスタンのコンチネンタルチーム、ウランに移籍。2009年、リトアニアのコンチネンタルチーム、チームピエモンテに移籍。 2010年、アマチュアチームに移籍。2011年、ショーン・ケリー率いる、アンポストショーン・ケリーに移籍し頭角を表し始める。2012年、2018年、2019年、2020年。ありがとうございます。